ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな？今回は、押し入れの内側、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。押し入れの内側に、何があるっていうの？あるというか、いるというか。ひえ、今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、押し入れの内側、という話だ。なんだか怖そう。ちょっと、教訓になるお話かもな。ドキドキ。それでは、早速聞いていただこう。これは数年前、俺の実家がリフォームしていた時に起きた出来事です。実体験のため、わけがわからない点、スマホのメモ帳に書いてからの文のため、読みづらい点、誤字、多分などあると思います。話も長いですが、ご了承ください。築年数も経ち、ガタが来ていた実家を改装することに決まった。4人家族ですが、親父は単身赴任、兄はすでに結婚して、実家を出ていたので、ほぼ家には、母と私の二人暮らし状態でした。リフォームは、まずは1階からで、その間、アパートを借りて住むことも考えましたが、それほど、生活に余裕があったわけでもないこともあり、1階を改装している間は、2階で生活をして、1階の改装が終わり、次に2階の改装中は、1階で生活することにした。2階には2部屋あり、元から私が使っていた部屋に私が、空いていた部屋に、母が生活することになった。あらかた荷物を、外の倉庫や2階に運んだが、1つだけ、どちらの部屋に運ぶか悩んだものがあった。仏壇だ。正直、仏壇をこれから半年以上も、自分の部屋に置いて生活するのは、気が引けた。しかし、母の生活する部屋は狭くて、とても仏壇を置く場所がなかったため、泣く泣く私の部屋に、仏壇を置くことになった。とはいえ、罰当たりなことを言うようだが、やはり、毎日仏壇を見ながら生活するのは、気持ちのいいことではなかったので、あまり使用してない、私の部屋の押し入れにしまうことにした。今考えると、これがいけなかった。最初は、私が部屋にいる時のみ、押し入れの戸を閉め、それでも、一応線香をあげたり、手入れをして生活していたのだが、1ヶ月も経つと、開け閉めが面倒になり、常に戸を閉め切った状態にしてしまっていた。さらに、私は片付けが苦手で、部屋は洋服やらゴミやらで散らかり、仏壇の入った押し入れの戸の前も、それらに覆われ、半分くらい塞がれた状態になっていった。閉め切った状態から、しばらく経ち、仏壇がそこにあることすら忘れかけていた頃、異変は起き始めた。それは、人生初の金縛りから始まった。夜中になり、なんとなく寝苦しさを感じ、目が覚めた。何事かと思い、暗い部屋を見渡して、再び眠ろうとした時、急に体が動かなくなって、驚いた。本当に体が動かない。目は開き、眼球は動かせるのだが、体は全く動かない。よく、怖い話とかで聞く状態そのものだった。やっべえ、どうしよう。と、パニックになりかけていたその時、仏壇がある押し入れの扉が、と、一回叩かれた音が聞こえた気がした。え？って思っていたその直後、金縛りは解けて体が動いた。夏でもないのに、嫌な汗を体中にかき、気持ち悪かったのをよく覚えている。だが、その日はそれだけで終わったため、仕事で疲れていたのだろうと思って、すぐに再び眠りについた。それから数日が経ち、そんな出来事も忘れかけていた頃、またそれは起こった。夜中に目が覚め、嫌な予感が全身に走った。今回は、仏壇がある押し入れの中から、何やら視線を感じるのだ。幸い、押し入れには背を向けて寝ていたため、そちらの様子はわからない。だが、なぜか得体の知れない何かが、こっちをじっと見ている感覚が、確かにするのだ。嫌な汗が全身に染み出してくると同時に、金縛りが襲ってきた。またか。体が動かず必死にもがいていると、前回とは、様子が明らかに違った。押し入れの中から、と、2回と叩く音が聞こえ、そして何か、もも、と、誰かが囁いているような声が聞こえてきた。男なのか、女なのかはわからないが、もも、と、何かをつぶやいている。もう、これは気のせいなんかじゃない、助けて、と、声は出せないが、さらに必死にもがいた。しかし、金縛りは解けない。もも、という声が、必死の抵抗の中、
少しずつ、何を言っているのか聞き取れるようになってきていた。開けろ。はっきりとそれが聞こえた瞬間、戸の内側から、と、思い切り戸を叩く音が聞こえた。と、同時に、と、何やら甲高い機械音が、家中に鳴り響いた。これ、何の音なの？こんな夜中に近所迷惑だし、ちょっとあんた、様子見てきてよ。と、無責任なことを私に言い放った。知らねえよ、こっちが聞きてえわ。と、先ほどのこともあり、内心ビビりまくっていた私だったが、確かに、凄まじく近所迷惑なくらいの爆音は、弦になりまくっている。この快音の正体を、勇気を振り絞り、確かめに行くしかなかった。護身用に持っていた、修学旅行の土産の木刀を握りしめ、ガクガク膝を震わせながらも、一歩一歩、一階に続く階段を踏み出した。階段の真ん中くらいに着いた時、我が家には、ちょうど階段から廊下、そして、茶の間を見渡せるような小窓がついていたので、恐る恐る一階の様子を、そこからそーっと覗き込んだ。音の正体を知り、私は少しだけほっとした。なんてことはない、一階を改装している大工さんの工具で、詳しくはわからないが、丸の子ってやつが、暗闇の中、スイッチのボタンを黄色く光らせながら、動いていたのだ。おそらく、日中に大工さんがスイッチを切った時に、切るボタンが甘く、中途半端な位置で止まってしまい、それが何かの拍子に、スイッチがオンになってしまったのだろうと、半ば無理やり思い込み、駆け足で一階に走り降り、黄色く光るスイッチをオフにして、丸の子を止めた。丸の子は、普通に停止した。音が止み、ほっとしていた私を、再び恐怖へと引きずり戻したのは、母の悲鳴だった。先ほど、私が覗いていた小窓から、心配していた母が、こっちを覗き込んで、私の行動の、一部始終を見ていたらしい。いやあ、まるまる、後ろ。最も聞きたくなかったセリフだった。私は一瞬固まり、脳裏に想像したくない化け物の姿がよぎりながら、心底振り向きたくなかったが、反射的に後ろを振り向いてしまった。が、気持ちとは裏腹に、そこには何もいなかった。だが、母は叫び続けている。何？何もいないじゃんか。と、焦っていると、後ろ、コンセント、見て。嫌な予感がしたが、私は伸びるコンセントの先を、目で追った。予想通り、コンセントは抜けていた。電源が入るはずがなかったのだ。その途端に、再び予感が体中に走り、私はこけそうになりながら、2階へと駆け上がった。母も半泣きになりながら、何なの？なんで動いてたの？と、反響欄になっていた。俺が知るかよ、わけわかんねえ。と、かなり取り乱していたと思う。母の部屋で、母に、今まで私の身に起きたこと、先ほどまで金縛りに遭い、押し入れの戸を叩く音が聞こえたこと、開けろ。と、声が聞こえたことなどを、すべて話した。母の表情が一瞬曇り、今すぐ押し入れを開けて、線香をあげなきゃ。と言った。私は正直、押し入れを開けたくなかったが、こんな現実離れした現象が、実際にこの身に起きたことから、朝になってからでよくね、とは言えなかった。恐る恐る私の部屋に戻り、押し入れの前の服やゴミをすぐに片付けて、押し入れの戸に手をかけた。一呼吸置いた後、ゆっくりと戸を開けた。と、戸が開いて、中が見えてきた。中を見て再び驚いた。そこには顔が、とはならなかったが、中がぐちゃぐちゃに散らかっていた。線香の灰も、そこら中に撒き散らしてあり、そこにあった、母の父親の写真も倒れて、写真立てのガラスも割れていた。すぐに、母と中を掃除して、写真立ても家にあったものと交換し、線香をあげ、手を合わせて、心の底から謝った。いくら仏壇を粗末にしていたとはいえ、こんなことが本当に起きるなんて、オカルトを信じない私は、考えもしなかった。その日を境に、押し入れの会話はなくなった。と、言いたかったが、それでは終わらなかった。毎日線香をあげれば、大丈夫だろうと思い、さすがに、夜は今まで通り、戸を閉めて寝ていた。しかし、私はその数日後、また同じように金縛りに遭い、終わったと思った油断からか、仏壇の方向を向いて寝てしまっていたため、見てしまった。かすかに戸が開き、そこからこちらを覗いている。押し入れの半分はあるであろう、無表情でありえないくらい巨大な顔。長いため、ここまでにしておきます。私に起きた実話です。失礼しました。なるほど。やはり、
仏壇は大切に扱わないとね。そうだな。さて、次からは短編を紹介するぞ。お、短編だ。それでは、早速聞いていただこう。二つの夢の話。夢、初夢にちなんで、知人から聞いた夢の話を、一つ二つ。一つ目、その友人、A さんとしよう。その A さんの働く工場の、同僚の B さんが見たという夢。B さんは夢の中で、畳2畳ほどの狭い部屋にいたという。四方は襖で、B さんと父親。そして、見たことはないけど、見たことあるような女性と三人で、三角に向かい合うように、座っていたという。そして、黒電話が一つだけ、ポツンと真ん中にあり、少しだけ、見たことのないけど、見たことあるような、謎の女性よりにあったという。特に誰も話すわけでもなく、しばらくそのままでいたら、電話が鳴り出して、謎の女性が電話に出て、無言のまま、コクコクうなずくと、受話器を置いた、瞬間に、謎の女性の背後の襖が開いて、ニヤニヤと笑うおじいさんが入ってきて、誰が変わる？誰が変わる？と、何度も何度も、繰り返し質問していき、長い間、その質問が繰り返された頃に、謎の女性が立ち上がり、変わる？と、一言言って、部屋を出たという、その代わりに入ってきたのは、B さんの母親だったという、A さんは、それを聞いて、B さんの本当の母親は、謎の女性で、入れ替わったんじゃないか？なんて、笑ったそうです。二つ目、A さんが見たという夢の中で、A さんは、細長い部屋にいたという、その部屋の左右には、木で作られた棚があり、骨壺のようなものが、いくつも並んでいたという。そして、突き当たりの壁には、ボロボロの色あせた紙が貼られていて、一つだけ当てろ、と、カタカナと漢字混じりで書いてあったらしい。A さんは、特に迷いもしないで、一つの骨壺みたいな、陶器の入れ物を開けた途端に、一瞬で部屋が消えて、真っ暗な世界になったという。途端に、よくホラーもので語られる。逃げろ、というシグナルが、脳内に鳴り響いて、背中に何か、追いすがるような気配を感じたという。そこで、A さんは走り出すんだけれど、すぐに足を止めて、振り返ったという。夢の中とはいえ、恐怖を感じながらも、彼は追いすがる気配に向かって、拳を振りかぶって殴ったという。怖くて仕方がなかったけれど、手応えもない暗闇を殴り続けていたら、なんか、戸惑い、のような雰囲気を感じて、暗闇は消えていき、目が覚めたという。彼は、みたらし無形の夢だったのかな、と、語るけれど、だとしても、それを殴るなと、私は思った。まずいこと。中学からロム線だったシャレコアに、自分が書き込む日が来るとは、つまらないかもしれないが、書き殴らせてください。東方、昔の風習が残る田舎在住。母方が、代々見える人が多く、先祖が、村で拝み屋的なことをしていた。自分ももともと、ちょっと見えた子供で、見える人が多い今の仕事についてから、見る機会がマシマシになりました。今回話すのは、現在進行形の話。先日、ブライダルで有名な、地元の某神社で友人の結婚式があった。訪れたのは、今回が初めて。境内に入ると、何とも言えない気持ち悪さを感じ、帰宅後の土日寝込んだ。それ以降、まずいことが続いている。旦那と二人してうなされる。首を絞められる、化け物が出てくるなどの、気持ち悪い夢を見る。体調が悪くて寝込む。母が転倒し顔面を強打、危うく失明。おばが玉突きに巻き込まれ、車が大破。というのが、一日で起こる。父の持病が悪化。このまま行くと休職。神社にお祓いに行くと、もともとお住まいの害なし霊が、自分を見て逃走。お祓い中は、生臭い音と部屋の外からのラップ音。年末に香ばしい祖母が、ワックスを大量散布。自分がアナフィラキシーで死にかける。アパートに、木、牢の日照り神的なのと、ヘドロのような女が出現。夢で、首の長い、目の内くぼんだい、のような怪物みたいに、お前は不幸になる、と、嘲笑われる。見える上司から、疲れてるね的なことを言われる。いつもは超根性論なのに、とにかく、今は休めと言われる。一番びっくり。初詣に行こうとすると、邪魔をされるがごとく、寝坊か体調不良。道端で旦那と二人、今までにないくらい、ナチュラルに幽霊を見る。PC のデータが飛ぶ。いろいろと間が悪い。その神社は、ネットには出るなどの評判はない。だがしかし、昨日、別の上司に話したところ、
近所や界隈では、有名な魔界らしい。特に境内は、大小いろいろいるそうな。手入れはしてあるけど、最近商売に走って、結構ドキュンな祭り方をしてます。どんなことをやってるか詳しく書くと、おそらくバレるので書けませんが、自分は神主や坊主じゃないので、霊視やお祓いはできない。仏壇屋でお不動様の絵を買ってきておいたら、ちょっとはマシかな。まとまりがない文章で、申し訳ないです。悪魔の存在を感じた経験でした。霊能師は役に立たない。ありがとう。では、書かせていただきます。知り合いの霊能師の話です。私の知り合いに、霊能師のユウさんという人がいる。私と直接の知り合いであるし、よくお茶にも行くので、怖い話を聞かされることが多い。ユウさんは見えるし、聞こえる。そして、投資ができる。でも、いわゆる、お払い、という行為については、端的に言えば、払えない、そうだ。ユウさんは、若干払える時もあるのかも？あ、でも払ったつもりで、後で襲われる時もあるから、あはは、と、愉快に言っていた。笑い話ではない気もするが、私自身には霊感はないので、正直なところ、幽霊や霊能力は本当に存在するのか？と、ずっと疑うような気持ちを持っていたけれど、ユウさんの話には、裏付けが取れてしまうような、事実と重なる話があまりにも多かったので、最近では信じざるを得なくなった。相談者さんに、見えたことを正直には言えないの。霊能師って役に立たない。そんな風に前置きをして、ユウさんが話し始めたことがあるので、今回はその話を。知り合いの霊能師、ユウさんから、心霊写真について聞いた話。松浦、やにの可愛らしい女性が、若い男性と共に、ウェディングドレスの衣装合わせの時の写真を持って、ユウさんの元に相談に来た。入籍を済ませたばかりで、もうすぐ結婚式です。大丈夫でしょうか？式をやめた方がいいのでしょうか？その写真を見てみると、女性の顔の部分だけが、ぐちゃぐちゃになっていた。ユウさんが霊視したところ、その女性のおじいさんが、何かを警告しているように、顔に重なって映っていた。結婚に反対しているかのように、見えたそうである。結局、そのことは言えず、あなたのおじいさんに関連しているそうです。としか言えなかったそうだ。面と向かって、その人と結婚するのはやめなさい、とは言えず、霊能者はお金を取っていなくても、取っていればなおのこと、全く役に立てないことがある。見えたまま、見えたことをそのまま口に出しちゃうと、やばいもの。ユウさんは、物言いげにそう言って、5、の紅茶をすすっていた。ほうほう、確かに、そのまま話したら、自分の身が危ないかもしれないからね。そういうことだな。さて、次のお話は、ある不気味な路地に関するお話だ。すでにいや。それでは、早速聞いていただこう。8年くらい前、横浜に住んでた時の話。日本大通りに職場があったんで、バイクで通える距離の、坂東橋近くのボロアパートに住んでたんだが、とにかく治安がよろしくなかった。夜で歩けば、アジア系の立ちんぼやら、ケバのキャッチやら、見るからに、肩着じゃないおっさんやらが、わんさかいるし、昼間は昼間で、道端で泥酔してるじいさんやら、大声で独り言を喋りながら、スーパーで買い物してるおばさんやら、まあ、変なのがたくさんいたのよ。そういうのと遭遇した際には、場所が場所だし、仕方ないよなぁ、と、半ば諦めの境地で、全力でスルーしてたんだが、あの時、エンカウントしたやつは、ヤバさのベクトルがちょっと違ってた。夜、会社から帰宅する途中だったな。バイクを近場の駐輪場に止めて、アパートへ帰る際、途中で狭い路地を抜けていくと、少しだけ近道になるんだけど、この路地、酔いつぶれたおっさんが、寝てたりすることが多いから、あんまり普段は使わないようにしてたんだ。その日は帰りが遅くて、会社出たのが、深夜1時を回ってた。先輩方は、まだ残って書類をまとめてたが、若いのは帰っていいぞ。との所長からのお告げで、我々は速攻で撤収。で、一刻も早くお家に帰りたくて、駐輪場に高速でピットインした後、その路地に突入したんだが、入り口あたりから、路地の中頃にある街灯横に、黒い塊が置いてあるのが見えた。遠目で見た感じは、大きめな黒いゴミ袋。かなり昔に絶滅した、あれそっくり、なんだろ？と思いながら、テクテク歩いて近づいていくと、ゴミ袋あたりから、変な音が出てるのに気づいた。なんか、とか、
そんな感じの生っぽい音がしてんの。うん。と思いながら、さらに歩を進めると、ゴミ袋が微妙に動いてる。そこで、さらに気づいた。これ、ゴミ袋じゃなくて人間だわ。しかも二人いる。片方は黒っぽいコート？起きた男？っぽいのが、足をこっちに向けて、倒れてるっぽい。もう一人、黒い服着た男か女かわからない、でかい黒いのが、こっちに背を向けて、男っぽいやつの上に座り込んで、何かしてるっぽい。やってんのか？とも思ったが、下のやつ、靴の向きからして、うつ伏せだから違うっぽい。意味がわからないし、気味も悪かったが、当時の俺は疲れていた。そして、土地に鍛え上げられて、対不審者体制があまりに高すぎた。そのため、またかよ。とか、内心毒づきながら、全力スルーを決意。さらに歩を進め、2、3メートルくらいの距離まで近づいた時だった。車友携帯が鳴った。突然のコール音に、俺びっくり。平時に聞くと、大した音量じゃないけれど、静まり返った路地で鳴ると、コール音って、結構響くのな。多分、あの上に乗ってたやつも驚いたんだろう。体ごと、こっちをぐるんって振り返った。おっさんだったよ。メガネでちょっと小太りで、黒いパーカーのフードをかぶって、ナタっぽい獲物を、手に持ったおっさんだった。口周りが黒っぽく汚れてて、はぁはぁ、みたいに白い息をしてて、メガネが、街灯の照り返しで、真っ白に見えたのを覚えてる。そして、おっさんがこっちを向いた時に、おっさんの体で隠れてた、下敷きの人が見えたんだ。けど、背中の上に白っぽい手が置いてあるのが見えた。黄色っぽい切り口が、こっちを向いてたよ。さっきまでの音と、おっさんの口の汚れとで、おっさんが何をしてたのか、秒で悟ったわ。これ多分、食ってたんだよ。下敷きにした、小柄な男っぽいやつを。多分あれ、よくいる、酔いつぶれた人とかだったんじゃないかな。そこからは早かった。あまりの光景に、一瞬硬直したものの、コンマ数秒で、キビスを返して全力で逃げ出す俺。ただ、声が出ない。心底ビビると、息が吐けなくなるとか、初めて知ったよ。背後からは、多分おっさんのものであろう叫び声。ただ、明らかに、人間が出す声じゃねえのよ。例えるなら、ドスを聞かせたも、ラの幼虫。ギシャー。って感じ。なんとかコンビニの明かりがあるとこまで、逃げてきて、後ろを確認して、追ってきてないのを確かめたら、なんだかボロボロ泣けてきて、コンビニ前にしゃがみ込んで、大号泣。旗から見れば、不審者の仲間入りだな。って、泣いてると、また車友携帯が鳴った。電話の主は、うちの先輩で、使う書類が、共有フォルダにないんだけど、どこに保存したか知らない？という内容だった。途中、泣き声なのを心配してくれたが、自分が見たものの頭の整理が追いつかず、なんでもないです、の一点張りで通した。人と話して、ちょっと落ち着いたので、俺はその足で交番へ行くことにした。が、まさかの無人。交番の中に、無人の際はこちら、と書いてある電話があったので、かけてみたが、まさかの誰も出ず。横浜の警察はダメだな。結局その日は、一人で家に帰るのも怖かったので、タクシーで桜木町の漫画喫茶へ行き、朝を迎えてから帰宅。翌日、朝一で体調不良で欠勤する旨を、会社に連絡、引っ越し先を探し、週明けには、日吉へ転居した。あの現場、というかあの界隈には、以降一歩も近づいてないので、その後どうなったかは知らない。カニバリズムさ、人とかのニュースもないし、あのおっさん、まだいるのかな。ひえー、こんなの怖すぎる。逆に、幽霊とかであってほしいよな。確かに。さて、次からはまた短編を紹介するぞ。了解。それでは、早速聞いていただこう。縁切り。昨日、平成31年1月3日、初詣の最中に、マジで小便ちびった。嫁と一緒に行った、参拝客あふれる、初めて行った神社の参道で、膀胱の中身、半分以上出たと思う。もちろん股には、小便の染み。ガタガタ震える俺を見て、嫁がすぐ、いつも行く JN 宮に連れて行ってくれて、お祓い受けた。初めに行ったのは、京都の Y 神社。縁切り、縁結びの神社。去年、腎臓系の病気で長期入院したり、あまりいいことがなかったから、悪い運気を断ち切ってもらいたくて、行ってみた。参拝するのに、少し並んだんだが、行列の隣にかけてある、絵馬のある右側の顔面が、少し麻痺したように痺れる。右を見てみると、普通の神社にあるような、家内安全とかじゃなく、
まるまる死ね。バツバツが死にますように、嫁が出ていきますように、絵馬一面に、死ね、って書いてあるものとか、もはや神社公認わら人形みたいな、怨念の文言。嫁と、ちょっと気味悪いね。と言いつつ、参拝してお祓いしている本殿見ると、煙が上がっている。ごまきでも焚いているのかな？と嫁に聞いたら、見えない、という、願い事を紙に書いて、石に貼り付けて穴をくぐるって、儀式もあったんだけど、一人2分ほどかかるのに、本殿の裏を一周するくらい並んでいたので、穴くぐりしないで、貼り付けだけして帰ろうとした。嫁がおみくじ引いている間、待っていたら、前から、紺色の和装の女性が来たんだが、なんか少し当たるかな？って思ったら、全く当たった感触がない。振り返ったら、もういなかった。ん？と思い、のんきにおみくじ読んでいる嫁の方を見たら、黒い霞状の人型が、担当、かま、あと、なんていうかわからない刃物状のものを、同時に俺に向けて、振り下ろしている最中、うわぁ、って声を上げて、かがみ込んだ。背中と腹と首に、激しい痛みもあった。絶対刺されたと思った。嫁は無事かと、顔を上げたら、びっくりした顔で、周りの参拝客と一緒に俺を見てた。この時、小便漏らしてたよ。すぐに境内を出て、見たものは、嫁には言わなかったけど、我慢できなくて、小便漏らしたって言った。湯に、炉で、替えのトランクスと血のパン買ってきてもらって、やっぱりいつもの、JN 宮に行ってもらった。お払いとかしたことなかったけど、嫁に頼んで、お払いを申し込む。受付で無難に、家内安全祈願、と書いたら、神社の職員さんっていうのかね？悪縁を切りましょうか？って言われた。さらさらっと申し込み用紙に書き加えてくれて、二人してお払い受けてきた。なんか、肩が軽くなった気がする。幻覚も見たことないし、霊感なんてない。見えたものが何かわからないが、清見、寺近くの Y 神社は、普段信仰心が薄いものが、軽はずみに行くべきではないと思った。索敵範囲。流れぶった切るようで申し訳ないが、大学在学中に、友人から聞いた話。友人は顔が広く、他大学の人間とも交流していて、毎日のように遊び、一時期、心霊スポットを巡ったりしていたらしい。ある日も、友人と仲間の A、B、C の4人で、有名な心霊スポットに行くことに。有名すぎるんで、フェイクにするの面倒いからそのまま出すが、そこは、北海道は旭川市にある、中国人墓地。ネットで検索すれば、すぐ出る。友人らは、A が車持ってて、それで遊びに出かけてた。今回も A の車で、旭川まで向かうことに。住んでるとこからは、高速使っても1時間半くらいかかるが、ドライブがてら出発。が、出発直後に、後部座席に座っていた B が、うずくまるように、すぐに眠ってしまった。おいおい、大丈夫かよ。と、みんな心配したが、A 以外は、出発前から酒も飲んでいたしと、眠らすことにした。ちなみに、A 運転、C が助手席、B と友が後部座席。で、30分ないくらい走ったところで、友が気づく。うずくまっている B が、何かをボソボソと喋っている。なんだろうと耳を傾けるが、聞き取れない。まあ、寝言だろうと、最初は気にしなかったらしい。それからまた30分ほど経ち、出発から1時間ちょっと。友は B の寝言が、大きくなっていることに気づいた。なんだろうなって思って、よく聞いてみると、B はずっと、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。と、繰り返していた。時折、日本語ではない言葉も混じっている。友人曰く、それはおそらく中国語だったとのこと。こりゃいかんと思い、B を起こそうと、肩を揺らして名前を呼ぶも起きず、A と C も気づき、声をかけるが変わらず、引き返した方がいいかなとも思ったらしいが、せっかく旭川まで来たんだしと、そのまま中国人墓地に向かってしまった。到着し、駐車場に車を止め、B を3人がかりで引きずり下ろす。すると、下ろされた B は、スクッと立ち上がり、有無を言わさず、一人で墓地の中へ走り去った。時間も時間、B が行った方向は真っ暗で、ライトがないと、とてもじゃないが歩けない。何がなんだかな状態のまま、慌てて3人は、B を追いかけることに。墓地はまっすぐ道が続いてるらしく、ライトを照らしながら、とにかく前へ歩いていく。すると、奥まで行くと、そこら辺の墓石よりも大きい石碑があるらしい。そこに、B がいた。B は、石碑の前で土下座して、ごめんなさい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 。と、また延々と繰り返し、
謝り続けていた。小山隊官、と思い、すぐに三人がかりで車まで引きずり運び、そのまま帰路に着くことに。帰ってる間も B は謝り続け、時折、中国語で何かを言っていた。ガタガタと震え、うずくまった B を見て、さすがに友人も怖くなって、帰りは何も喋れなかったらしい。で、自宅付近に到着。すると、今までうずくまってた B は、バッと起きて一言。あれ、中国人墓地は？と、ほざき上がり、ケロッとしている様子。もう行ったわ。というも、ここから旭川までの道中、墓地での出来事など、全く覚えていなかった。B のその後は、あまり聞いてないのですが、多分普通に生活してると思います。単純に、友人からこの話を聞いたときは、中国人の索敵範囲広すぎやろってことでした、丸。大きな魚。こんにちは。暇なので、よろしければお話を聞いてください。大きなお魚の話です。僕は、幽霊は信じてません。自称、幽霊を見える人も周囲にはいますが、人を騙しているようにしか思えないのです。もちろん、全員がそうだとは思いません。しかし、祖母は、その被害者の一人でした。母親が言うには、昔はお前も見てたんだぞ。とのこと。小学生ぐらいまでは、人形の幽霊のようなものを見てたせいか、怖がりでもあります。しかし、妖怪は、大人になった今でも見ます。なので、妖怪は少しだけ信じています。僕自身、怖がりなので、あまり意識していないようにしています。それに、みそじにもなって、幽霊や妖怪が見えても、いいことなんて思い浮かばないですよ、本当に。僕の住まいは、関西の南の方です。山や海の自然も多いですが、と田舎ほどではありません。自転車で少し走れば、上がれば山、下がれば海といった、恵まれた環境があります。特に、包まれるような夕日が、とても綺麗です。今回は、霊山と言われている山でのお話になります。僕がまだ中学生の頃、動物の名前を冠した山がありました。歴史のある山のようで、子供に聞かせるような、お話もあるみたいです。子供の頃の僕たちは、ゴール、ぬあいを友達の家で遊んでから、エアガンを持って、山に遊びに行くのが習慣でした。今思えば、山でエアガンで遊んでから、家でゴール、ぬあいをすればよかったのだと思います。が、ゲームで気分を高めたかったんでしょうね。山で遊んだ人ならわかると思うのですが、とても暗いです。僕たちが1時間も遊べば、冬なら、かなり暗くなります。その日は、友達がかなり奥まで進んだせいか、戻る頃には本当に真っ暗でした。一人だけ懐中電灯を持っていたので、その子の服を掴みながら、数珠つなぎのように下山していました。で、歩道まで戻ってきたのですが、一人、友達がいないのです。最後尾にいた友達が消えており、その子に服を掴まれていた友達が、え、ずっと掴んでたよあいつ。と言いました。みんなで顔を合わせ、誰が戻るかを空気感で決めていました。しかし、大体こういう時は、僕なのです。当時の僕はかなり太っていて、よくからかわれていました。よく言えば、頼りにされていたようですが、僕含めてみんな臆病で、真っ暗な山に戻る勇気なんて、一切ありません。行ってくる。結局は、僕がこういうのです。懐中電灯を持って、山に戻り始めました。赤く大きい懐中電灯は、その派手さに似合わず光源が弱かったのですが、山では精神的な支えになりました。左手のエアガンも、不思議と安心感がありました。どんどんと進んでいくと、立派な川があります。たまに僕たち以外にも、釣りに来る人がいるみたいでした。川沿いはまだ整備されているので、そこを進んでいくと、川の中に友達が立っていました。溺れるような水位はありませんが、大人の膝ぐらいまではあります。おい、何してるん？帰るぞ。僕が問いかけても、ピクリともしません。おい、何度か友達に向けて叫びました。痺れを切らした僕は、川まで近づきました。そこでも叫びましたが、友達は返事もしません。意を決して川に入り、友達のところまで小走りで向かいました。何してんねん、帰るぞ。話してるねん。友達を見ると、ずっと川の中を見ていました。川の中を懐中電灯で照らすと、とても大きな魚が泳いでいました。僕は恐怖しました。川には、友達と魚釣りをしていましたが、ここまで大きな魚を見たことが、なかったからです。テレビで見るような鮭ほどの大きさで、全身が真っ黒でした。ここで、どっちかはおらなあかん。友達がそう言うと、うつろな目で僕を見ました。カエルで、みんな心配してる。僕は友達に、そう言いました。
友達に触れようとしたのですが、なぜか動いてはいけないと思いました。その魚を追い払おうとも考えましたが、それをしてはいけないと感じました。置いて、いね。友達がしゃがれた声で、そう言うと、僕はポケットからお菓子を取り出しました。その封を開けて、お菓子を川に落としました。その時、何か吹っ切れました。友達を掴み、全速力で、来た道を引き返しました。山から抜け出すと、友達が待っていました。友達は、僕の姿を見て驚いていました。靴は片方脱げ、友達の服は、ビリビリに破れていました。後から、川に入ってた友達に話を聞いたところ、女の人と話したような、とのこと。本人は、服を掴んだところまで覚えていて、そこからは、僕と一緒に山を出たところまで、記憶がないようでした。この前、実家に帰省した時、山に置いてきた靴とエアガンが、ゴミ箱に捨てられてありました。苔が生え、どこか不気味でした。これがきっかけで、投稿してみようと思った次第です。よくよく思い出せば、僕がはっきりと不思議なものを見始めたのは、あれ以来かもしれません。とりあえず、友達が無事でよかったね。そうだな。こういうお話の場合、その後、友達が、というお話も多いからな。うん？今回のお話、皆さんはどう思われましたか？コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。